こんにちは。ヴィンテージコンピューターチャンネル1週間のご無沙汰でした。今回はですね、Mac Pro の、ビデオカードについて取り上げたいと思います。グラフィックボードですね。Mac Pro のタワー型、これはね、大変簡単にビデオカードの交換ができる構造になっておりまして、標準のビデオカードからね、性能アップということも簡単にできるようになってます。そこでですね、今回はどういうチョイスがあるのかというところをね、見てみたいと思います。はい、こちらがですね、ヴィンテージコンピューターで、ほぼ常時取り扱っておりますMac Pro RE2008、RE2009、MID2010、MID2012 で、使えるビデオカードです。一番こちらのね、かなりちっちゃなカードが、NVIDIA GeForce GT120 ですね。これは RE2009 モデルで、採用されておりました最もベーシックなビデオカードです。DVI ポートが1つとミニディスプレイポートが1つと、ビデオメモリーは 512MB 搭載です。そしてね、こちらは MID2010、MID2012 モデルの標準のビデオカード、純正 Radeon HD5770、ビデオメモリーは 1GB です。DVI ポート1つとミニディスプレイポートが2つついてます。そしてね、外部電源ポートちょっと見にくいですけどね、ここに1つついてます。そしてね、こちらがRadeon HD5870、Mac Pro MID2010、MID2012 のね、ハイパフォーマンスビデオオプションとしてね、設定されていたものです。5770とね、外見は似てますけど、だいぶ一回りね、大きくなっております。外部電源ポートも2つとなってます。DVI ポート1つ、ミニディスプレイポート2つというのはね、5770と同じです。はい、これらね、3つは、Apple 純正のビデオカードということになりますけれども、こちらはね、サファイアから出ております Radeon HD7950 です。はい、これらのね、ビデオカードをすべて、RE2008 から MID2012 で、使用することができるようになってます。はい、でどれを選べばいいかということになるわけなんですけれども、まず、ビデオカードが故障してしまったと。で、特にグラフィックとか、それでヘビーな作業をすることはないんで、とりあえず、復活させたいという場合はね、この GT120 で、十分だと思います。そしてね、この5770、5870、そして7950と、なるに従いましてね、性能がアップしましてね、同時にお値段もアップしてきますんで、それにね、必要な性能および予算からね、決めていけばいいということになりますけども、それがね、どのぐらいの違いになるかというところがね、分かりにくいことかと思いますんで、この後ちょっとね、解説していきたいと思います。それからね、初代 Mac Pro を持ってるんだけども、これはどうなんだということに言う方もいらっしゃると思いますけども、ビデオカードの互換性がですね、EFI 32bit と 64bit の関係でですね、基本的には、ないんですが、ですから例えばこの GT120 とかね、Radeon HD7950 は、初代 Mac Pro 2007モデルでは使用できません。で、こちらがね、標準の GeForce 7300GT なんですけれども、こちらが標準のビデオカードなので、とりあえず復活ということでしたらこちらを選んでもらえばいいんですけども、なんとか性能アップしたいという場合はですね、こちらの5770と5870、これはね、
EFI32bit64bit 両対応ということになってますんで、これらがねアップグレードとして使えますんで、ね、初代2007モデルアップグレードしたい方はね、こちらを狙われるのもいいんじゃないかと思います。それではまずですね、RE2009 モデルのベーシックビデオである GT120 と2010のね標準ビデオカード、ラディオン HD5770、 これでね、どのくらいの差があるのかというのを見ていきたいと思います。 GPU ボスというね、ウェブサイトで、このねベンチ比較やってますんで、これをね、見てもらいたいと思いますけれども、はい、ね、このグラフ見ていただくと分かる通りですね、5770がかなり圧勝という形になってます。メモリーバンドワイズでね3倍くらいの差がありますけれども、その他はねかなり大きな差がついてますね。シェーディングユニッツなんかではこれね、もう二十数倍の差がつくということでね、グラフィックの性能差は歴然という形になります。続いては2012モデルの標準ビデオカード、ラディオン HD5770 と、ハイパフォーマンスオプションの5870です。まあ、外観も似てますしね、そんなに違いないんじゃないのというふうに思われるかもしれないんですが、こちらのね GPU ボス見ていただくとですね、このグラフ、ね、どの項目もだいたいまんべんなく5870の方が倍の性能というような感じになってますね。はい、というわけでね、まあ先ほどの GT120 と5770ほどの差ではないんですが、倍違うというのはね、かなり大きな差となって、出てきております。はい、続いてね、ラデオン HD5870 VS、ラデオン HD7950 です。はい、こちらはね今でも新品が手に入るということでね、ほぼ最強の Mac Pro 用ビデオカード、まあ、実はね、もう一段上のクワドロ K5000 というのがあるんですが、ちょっとね20万円以上するというね、超ハイエンドなんで、あまり現実的でないということを考えますとね、これが、かなり最強に近いビデオカードということになります。で、5870と比べてどの程度違うのかというところなんですけれども、はい、こちらのグラフご覧ください。はい、まあ、これ見てお分かりの通りですね、これを見る限りでは、そのむちゃくちゃね大きい差にはなってないですね。まあ、メモリーバンドワイズで、ね、これかなり違ってますけれども、それでも2倍まではいってないと。それぞれね、ラディオン7950が、まあ、いい成績は上げてますけれども、それほどね大きな性能にはなってないと、性能差にはなってないということになります。ただやはり7950、メモリーはね、3GB ということで、5870の3倍もありますんでね、ということで例えば、4K 表示 4K 表示にね 60Hz で、ラディオン7950だと対応しているということもあってね、いわゆる速さなんかに出てこない部分でのメリットも、かなりあるかなという感じがいたします。はい、というわけでね、今回 Mac Pro ビデオカードのね、種類および性能差について、ね、解説していきましたけれども、いかがだったでしょうか。実はね、これらの商品ヴィンテージコンピューターの中でも結構人気商品となっているわけですけれども、また同時にねお問い合わせが多いのもこのビデオカードでして、どのくらい性能が違うんですかというようなねご質問よく受けることがありますんで、今回取り上げてみました。いかがだったでしょうか。はい、それでは来週まで、さようなら。